もお疲れ様です8月15日朝6時の相場解説になります今回の相場解説は fx オリガルフの方と速化塾限定動画をご覧の皆様は共通になりますねタイトルは特殊トレンドということで名前を付けさせていただきました前回はね特殊レンジっていうことをお話し,してまあこれは私のね作った言葉なんですけども多分ね言葉がないだけで多くの投資家さんは意識してると思います それぞれまだね、明文化されてない概念を言葉にしたものを持ってるかもしれません。私は特殊レンジ、特殊トレンドというふうな呼び方をさせてもらいます。何が特殊かっていうと、レンジでありトレンドではあるんだけども、だけどもね、介入の危機を常に背負っているってことなんですよ。ですんで、普段と同じロットだと大怪我をしかねないので、ちょっとね、ロットを抑えめにすることが基本の構え方になります。そして小刻みに理覚をすることも その特色の一つというふうに私は決めております。そうすることによって特殊レンジだろうが特殊トレンドだろうが利益をどん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 積みながらリスクを最小化する行動も取れるってことになると思うんですよ。今回の相場解説でそういうことをね、学んでいただければと思います。さあ、特殊トレンドってことなんで基本的にはトレンドなんですよ。今、週足を見ていただいてますけども完全にトレンドがこういうふうにできてますよね。W は右辺が強いって言ったのは随分前のことですけどもそのネックラインを超えて さらに、そのまんま上昇トレンドに NG を書くように乗ってきたわけですよ。そして大きく下がったところもまた大きく上の方に登ってきて、ついに前回の145円ラインをわずかに超えてるのが今です。145円の538ですからね。さあもう前回介入が何度か入って152円の水準にはもうとっくに来てるわけですよ。前回介入が入って2発目の介入があった時の陰線がこれですから、陰線をぐーっと伸ばすとね、もうその 勢力圏内に真っ向入ってるわけですよねここまでだからいつ介入が入ってもおかしくない強制的な売り圧力が入ってもおかしくないようなところに来てるでしょだからトレンドなんだけども特殊っていう警戒が必要ですよってことです <laughs> で冷やしの方を見ていきますね前回の152円で口先介入があったところはもう超えましたよだから今日ね9時ぐらいの もしかしたら政府発表が何かあるかもしれないなと私は思ってるところです。何もないかもしれませんけどね。はいで4時間ですけども、まっすぐ上昇トレンドを作ってますね。このネックラインも超えてしまいましたね、特にね。この前のネックラインもね、特に超えてますけども。だからすごい上昇トレンドでしょ高値をどんどん切り上げていって、安値をどんどん切り上げていって、まっすぐ右肩上がりに進んでます。 そして1時間で見れるののが昨日の、まあね、陰謀ですよね <laughs> 陰謀っていうとあれですけどもね結局何が言いたいかっていうとあのうべはね遅い時間に実はトレンドが止まったかなと思ってもしかしたら官房長官発言があってね あの、口先介入があるかなと思った投資家さんが多いと思うんですよ。でも実際、えー、6時とか7時とかを過ぎると、基本的には為替に対しての、まあ、あの、提言っていうのはなくなるわけですよね。もうね、役所の人も家帰りますからね。で、そうなると、深夜が狙い目なんですよ。市場の動きっていうのは、まだ上昇圧力がありますから、日本政府が機能してない深夜の時間帯に、じゃあ、 倍でエントリーして儲けちゃおうかってやつが出てくるんですよ。で、その一つの基準がこのヒゲ先なんですけども、ヒゲ先を超えたところで私もエントリーしました。気づいてね。で、追加放送一般公開動画でしましたけども、伸びたわけじゃないですか。その後、深夜2時ぐらいにまでに、ここまで落ちましたけども、それから数時間したらまたね、上の方に登っていって、まるで、その、介入の隙を突くように、今ここでね、利益行動が繰り返されてるのが、まあまあいけてる投資家さんの動きだと思うんですよ。 そういうところが見えて今ね145円の537ですからこれね朝9時とか10時にあの政府発表が入りますその時にどうなるかが見ものですねはいじゃあ材料の方見ていきましょう材料今日はでかいのがあるって言いましたけどもまさに8時50分に GDP があるでしょこれによってさっきのチャートが下の方にドカーンと下がるかもしれないですそうなると介入の危機は去りますけども逆にこの材料によってね 大きく上の方に上層圧力に拍車がかかるようだったら、これは介入が、あの、口先介入が少なくともね、今日中に入るんじゃないかなっていう。まあ、そんな揺れ動く状況です。ですので、今週は、そういった警戒を強くしながら、それでもね、利益を取れるとか取っていこうと思います。とりあえずは、9時のこの発表を待ちましょうか。そして、それにつられて、え、相場がどう動くか。その動いた相場に対して、あまりにも円安が進むようだったら、 これはね、口先での介入が入ってくると思いますんで、たっぷり午前中は時間をかけて観察していきましょう。火曜日の材料、夜もなんかありますね、アメリカからね。うん、なるほどね。結構ありますね。長いですね。はい、まあ以上でございます。それではまた後ほどお会いしましょう。お疲れ様です。